マキさんってニャーニャー言ってて可愛いお姉さんですよね。猫耳と猫尻尾が似合ってて顎の下チェルチェルしたくなります。なんかすっごい秘密隠してそうだけど、普段どういう人なんです？でしょうね。ええ、あれで犬のビーストとか言われても。あ、そういえば前にギルド申請した時、チエル最初ビースト族でご登録されちゃってて、あれ何のビーストと間違われたんだろう。やっぱ天使とか女神とかですかね。玉木さんってニャーニャー言ってて可愛いお姉さんですよね。猫耳と猫尻尾が似合ってて顎の下チェルチェルしたくなります。な、はい、チエルもあそこの常連ちゃんです。めっちゃ美味しいにゃー。あ、そうなんです。通ってるうちに店員さんの言葉映っちゃって、可愛いから別にいいやってパクらせてもらってます。いい話だにゃー。玉木さんってファントム？え、なんです？突然そのかっこよさげな横文字、頭狂えてません？大丈夫ですか？てかファンキャって確か最近噂の大泥棒ですよね。人のネタしれっとパクっちゃダメですよ。ありえない。え、メルクリちゃんたちありえなくないです？うちらのプレゼン悪くなかったのに。え、でちなみに先輩的にはあの3つの企画案でとりわけどれがキュンキュンファイヤー？あー、うん、自動的に映え散らかすって発想自体は良きですよね。でも商品化して爆発事故とか起こしたら信用問題じゃないですか。ま、あの子ちゃんずの人なんで仲良し部とは無関係ですけど。ありえない。え、わかりみ、クロエ先輩デザイナーとしてのセンス光ってますもんね。店員としてもお客目線の正直コメとか割とありだと思うけどな。ってなると足りないのは詳細だけ。いや、致命的か。ダメですね。ありえない。え、めっ、おしゃべりチエルちゃんですよね。さすが先輩わかってる。あの子はうちら3人が総力を結集して生んだ自慢の一品ですからね。いやー、あれを選んでもらえてプロデューサーとして鼻が高いですよ。チエルんちもジョーの下ぐらいにはお金持ちですけど、ウィスタリア家って言ったらジョーのジョーっていうか超の超ですからね。そこの秋のお嬢様ってどういう人なんです？やっぱり札束風呂に入りがちとかですか？え、何ですか先輩、今チエルは秋のお嬢様の話をしてるんです。いきなり自己紹介始めないでください。まあ先輩の場合、道に迷う前に人生に迷ってるわけですけど。そしてチエルもですけど、ピエン。チエルんちもジョーの下ぐらいにはお金持ちですけど、ビス、へえ、先輩を騎士にしたくて好きやらばお金を。穏やかじゃないですね。金銭でつながった人間関係に価値はないですよ。
ところで先輩、チエルはいくら出せばそのポジ変わってもらえます？チエルんちも。何それ、エモい。すでにあれだけ成功しといてまだ頑張っちゃうんだ。そういう人がトップなら組織もどんどん大きくなるんでしょうね。チエルも今のうち仲良くなっとこうかな。通称進路活動。可愛い子とお友達になりたいんで、誰か紹介してください。どんな子って、そうですね、クロエ先輩風に言うならチエルとバイブスが似てる感じの子とかですかね。真面目で明るくてとっても優しい女の子。やだ、チエルそっくりは。性格は似ても似つかない。そうかな。じゃあ何が似てるんです？髪の色と長さ。はあ、大丈夫ですか？先輩その子に怒られません？先輩大変です。魔法魔法。はい、友達です。あの子可愛いですよね、クルリンパ。でも彼女本格志向なんで、チエルちょっと控えめモードになりますけど。いや、プロの調理人に私もお料理得意ですとは言えない的な。麦って辛味なの？いや、そんなそんな、恐れ多いです。私なんて全然、は？どっちもピンク髪でチェルっとしてる。紬ちゃんはチェルってません。にわかオタが雑に辛味な語るな。ミコさん、先輩たちがチェルチェル美少女キャラはもうオワコンだとか言うんですよ。別にチエルやればできる子なんで、キャラ編ぐらい楽勝ですけど。変えるとしたら次は何系おすすめです？チエルもう歩けません。ふえー、おんぶしてください。え、してくれんの？うっそ、心なしか先輩いつもより優しくないです。そうですか、こういう系がタイプだったんですね。通報しときます。やばいです。おい、どういうことだよ。俺は女だぞ。ったくしょうがねえな。なことより虫魔物バトルしようぜ。いけー、チェルチェルライデン。あれ、なんかこれちょっと楽しい。梨寄りのギリでありかも。やばいです。あら坊や、そういうのがお好み？可愛いところあるじゃない。お姉さんと二人でチェルっとしちゃう。いいのよ、力を抜いて。えって、ちょっと話は終わってないですよ。どこ行くんですか？チェルーン、どうですか先輩、最近青春してます？貴重な青春残量を無駄にしないで、
チェルっと楽しんでくださいね。うちらですか？うちらの近況はあ、じゃあ誰から聞きます？ユニ先輩ですか。地域交流会の後もリトリリちゃんとこよく顔出してるみたいですよ。京花ちゃんなんかが子供の遊び嫌だって言ってもユニちゃん8歳がおままごとしたいって全力でダダこね倒すらしいです。チェルーン、どうですか先輩、最近青春してます？クロエ先輩ですか。特別講座のレポートがむずいって言ってましたね。あの人変なとこ真面目だからにゃ。レポートとか小論文なんて教師受けするポイントを抑えてゲーム感覚で書けば楽勝なのにね。ですか。チエルは仲良し部の対人折衝を一人で担ってますね。しょうがないです。ユニ先輩は引きこもりだし、クロエ先輩はあれだし、二人とも自由ですからね。チエルが最後の両親として頑張りますよ。の資金援助をもらい損ねました。企画自体は良かったはずなんですけど、プレゼンって難しいですね。ちょっと先輩もやってみてください。自分の長所を PR するんです。強いでしたっけ？ああ、精神的にってことです。それならまあ、うちら着替えよっかみたいな流れになってもボキエッとして教室から一向に出ていく気配ないとことか強って思いますけど。先輩、メルクリちゃんの資金援助をもらい損ねました。ああ、いいですよね、優しい。強いとか賢いとか何々が得意とかは努力だったり才能だったりが必要ですけど、優しいだけは何もいらない。誰でも自称した瞬間に獲得できる実質ただの無ですもんね。なるほど、その奥ゆかしさは確かに先輩の長所かもです。いますもんね、世間の評価 4,50 点なのになぜか85点ぐらいの目線から物を申してくる人。自己肯定感は先輩ぐらいがちょうど良きですね。ちょっと先輩、どういうことなんですか？愛想悪子でおなじみのクロエ先輩が、あの美冬さんって人にだけは目ハートにしてデレッデレなんですけど、一体何者なんです？何事も効率を重視。あらまあ、その行き急ぎ方はチエル大教官ですね。青春とは、子供から大人になるまでの猶予期間。限られた貴重な時間を余すところなくしゃぶり尽くしましょう。レッツモラトリアム。ちょっと先輩、ほう、配達から傭兵まで何でもこなす敏腕アルバイターですか。なるほど、それは広く浅く派のチエルとしても憧れる大人像ですね。専門家より万能家って感じで。ふーん、いいじゃん、トゥンク。
ょっと先輩、それです、それ、なんかクロエ先輩がかっけーって盛り上がってるやつ。チエルにもそういう系のあだ名あればクロエ先輩が惚れ直しますかね。桃色タイフーンとかプリティ大魔人とかって呼んでもらっていいです。メルクリちゃんとこのゆかり姉さんってどういう人なんです？だって美人で落ち着いてて頭が良くて仕事もできるのに、ちょっぴり麦シュワ好きなんて可愛らしい一面もあって素敵ですよね。うんうん、憧れちゃいますよね、仕事のできる自立した女性って。しかもあれだけ美人なのに男の匂いが全くしないとことか。多分彼氏とか結婚とかには1ミリも興味ないんだろうな。かっこよ。メルクリちゃんとこのゆかり姉さんってどういう人なんです？え、聖騎士？はあ、よくわかんないですけど。あ、そういえば先輩もどっかで騎士って呼ばれてるんですよね。なんなんですそれ、白馬とか乗っちゃう系ですか？え、その顔でありえん、じわる。メルクリちゃんとこのゆかり姉さんってどういう人なんです？だって美人で落ち、言い方、それだと年がら年中飲んでばっかりみたいじゃないですか。ゆかりさんのはあれでしょ、お仕事頑張った自分へのご褒美として週末だけおしゃれなバーでほろ酔い。え、どうして首をひねるんです？チェルチェチェルパチェルルルルン、チェラルレチェラチェラチェルチェポパピ。チェル、チェ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 レリロチェボポンチェロリッポチェロロン、チェラルレロロロン、チェル。チェルチェチェルパチェルルルルン、チェラルレチェラチェラチェルチェポパピ。チェルルチェルルチェラポロパパパラ、チェチェルピーチェチェルポーチェラリロポパピチェラルル。チェルチェチェルパチェルルルルン、チェラルレチェラチェラチェルチェポパピ。は？何言ってるんですか突然、信じらんない最低。え、何ですか、なんでそんなもの、ちょ、やめてください。いや、来ないで、今日はダメ、ヒヒ。なんか面白いことになってきましたね。チエルは楽しければ何でもウェルカム子ちゃんなんで、特別講座も頑張りますよ。さあ先輩、対策会議です。青春は待ってくれませんよ。全力疾走待って。